午前4時過ぎ、東名阪自動車道下りの亀山パーキングエリアで、タンクローリーの運転手から、走行中にタイヤがバーストして、足元から火が上がっていると警察に通報がありました。警察と消防によりますと、このタンクローリーが燃えたほか、大型トラック2台にも燃え広がり、大型トラックの運転手の男性が手と足をやけどしたということです。火事の影響で東名阪自動車道下りの鈴鹿インターから伊勢関インターの間と、上りの伊勢関インターから亀山ジャンクションの間、また伊勢自動車道上下線の芸能インターから伊勢関インターの間で通行止めとなっています。